ね、昨日とさ声違うなとか思う？みんな。私多分声変わっちゃうよ今後。先に言っとくわ。あんま変わらん？同じな気がする。いや、なんか気合い入れてる時とやっぱ声は変わっちゃうかも。私は結構ちょっと元気になった感じ。あー、なるほどね。うん、なんかね、作ってるってわけじゃないんだけど、気合を入れると声が変わるんだよな。わかる？これ電話の時みたいな。まだ化けの皮が剥がれてない。いやいやいや、ウィスポの清楚担当奪いに来たから、エマ先輩から。ちょっとエマ先輩には悪いけど、私が奪っちゃおうかな。歌枠？いや、あのね、そう、歌歌えるかとかみたいな質問来てたんだけど、私歌歌えないんだよね。なんとびっくり。ゲームにさ命を捧げてきちゃってるからさ、なんか歌えないんだよな。でもね、歌うのは好きなの。歌うこと自体は好きなんだけど、リズム感がない。なんか後ろにさカラオケ流して歌うみたいなのが苦手かも。一人で勝手に歌っちゃうみたいなのはしちゃうんだけど、多分今後ね。何歳からおじかをさ言ったらさ、なんか私の年齢好きそうじゃない？てかさ、ツイッターで死ぬほどババアって言われてたんだけど、私めちゃくちゃ言われてたわ。めっちゃ見た。わわわ、赤ちゃんなんだけどな。まあババアか12歳の2択やったね。待って、12歳の可能性もあるからね。別に FPS 歴12年だからね。ほな12歳か。そうだよな。そうだよね。私研究生、ウィスポ初の研究生からの合格者って言ってたじゃん。それもそうなんだけど、研究生になった一人目でもあるんだよね。それは言っていいって言ってた。運が良かったよね。本当に。今までだって、研究生制度もさ、なかったわけじゃん、ブイスポに。やっぱタイミングとかさ、そういうのもあるからさ。運が良かったのはね、めっちゃある。ウィスポで初めて見た人誰？誰だろうね。それちょっとわかんないかも。覚えてない。え、でもラムネ先輩の初配信とかは当日に見てた。え、でも、エマ先輩、ルナ先輩の初配信とかも、の時ももう知ってたし、見てたから、あ、デビューするんだ。あ、待って！うわ、思い出した！X で、ひなの先輩がデビューしますってなってるツイートを見た、私。なんかもうその時は知ってたかもね。結構前だな、だとしたら。いや、でもそんななんかさ、めっちゃがっつり追ってますとかじゃなくて、ひなの先輩がデビューしますよっていうあのツイートを見たっていう感じ。そう、だから知ってはいたのかもね、その辺から。ひなーむチャレンジ。ひなーむチャレンジ。できるかな？あれやりたい。リングフィット。リングフィットやりたいんだけど、私。体動かすの結構好きだよ。なんか、引きこもってるからさ、ずっと。ついてこないんだけど、体は。別に運動とか嫌いじゃない。スポッチャとか行きたいもんだって。去年行ったわ、スポッチャ、友達と。ジムとか行ってない、全然。で、外出ないから、そう、体力がね、ついてこないんだけど。でも嫌いじゃない。走るのとかも別に嫌いじゃないよ。ただすぐ疲れちゃうってだけ、今やっても。そうそう、すぐバテるけど楽しい。そうなんだよね。フェスウォッチャー行きたいんだけど、普通に。楽しくない？え、運動するの好きだもん、私。陽キャじゃん。陽キャか？スポッチャ。
行きたいだけで行ってはないからな。去年たまたま行く機会あったけど。